ママが小さかった頃はね、日本が戦争に負けてとてもひどい暮らしだったのよ。お腹が空いても食べるものがないの。だから僕の頭に栄養が回らなかったんだね。さっきはごめん。私もやりすぎたわ。出来すぎくん、一体どうしたんだね。いつもクラスで一番の君がこの私の素晴らしさが理解できないなんて。嬉しいな、明日から1年生。昔の僕だ。もうねんねんしなくちゃダメ。毎日ランドセルしょって明日を楽しみにしてたからな。学校にお友達たくさんいるんだよね。いるとも。先生がいろんなこといっぱい教えてくれるんだよね。そうよ、いっぱい厳しい現実を教えてくれるわよ。おかんだおかんだ。まあかわいいな。あがめよ。ごくごく。はい。せめて小学校へ行く頃まで生きられればいいんだけどね、のび太が。なに、世界の終わりなわけないか。だって僕未来から来てるんだし。怖い夢を見たのね、かわいそうに。おお、よしよし。今度この引き出しの中へ閉じ込めたらどうだろう。ははははは。出来杉さん、趣味でお料理を作るんですって。試食して批評を聞かせてよ。おい、こっち来い。物体の運動が光の速さに近づくほど時間の経ち方が遅くなるんだ。相対性理論って言うんだ。どうせまた3人乗りなんだろう。いけません。自分の部屋のドアに鍵をつけるなんて一日中こする気でしょう。いい肉使ってるね。よくこんなにいろんな材料が用意してあったら。出来杉を加工したんだ。ママが散歩から戻る頃だ。そろそろ帰ろう。寝ちゃったよ。夕べ久しぶりに人間扱いされたよ。懐かしかったな。キャー、のび太さんのグッチー。ランウェイに立っとれ。飛行機を作ってもらってるの。よかったわね。でもパパに作れるかしら。バカにするな。僕だって助けてドラえもんくらい言えるさ。すげえ。二人で動いて喋ってる。見直したぜのび太。この間から言おう言おう思ってたが。帰る？未来の世界へ。お前はいいからポケットは置いてけよ。うまい。しずちゃんの入れたお茶はうまいな。それ私の兼業コップよ。わっ、ドラえもん溜まってる。ちょっと考えたんだけど、ポケットあればよくね。頑張ろう刀。本当に切れるガチの刀。ガン。おい、そのボールさっさと投げろ。危ないじゃないか。ガチャン。おい、爪を外気捨てねえぞ。知らない。好きな子には酒の勢いで告白し、翌日よって何も覚えてないけど、俺大丈夫だったと聞いた時の相手の反応で自分に気があるかどうか判断するものなんだぞ。そうかな。この幸せを他の人にも。僕は幸せを売る男。君を幸せにしてあげる。じゃあもう来ないで。僕はいつも思ってる。君のためならどんなことでもしてあげたいと。ドラちゃん貸して。痛みが強いほどたくさん血が出るんだ。なんだか頭が良くなったような気がする。はあ。なんだか頭が良くなったような気がする。また届けなくちゃ。僕が持つよ。出来杉さん、背中がガラ空きよ。うまく書けないな。モデルが動くからだ。でもキー、また書き直し。昼飯食ったらまた来いって言うんだよ。行くな行くな。でもこの時間だけは僕のことだけ見てくれるから。出来杉がなんだ。あんなやつ頭が良くてハンサムでスポーツマンで明るくて悪いとこが一つもない。好きになったらどうしよう。そうね、やはり立体映像が面白かったな。映像が映像なっちゃって。仏像が仏像とか。だいぶ強くなってきたな。怖いよ、そろそろ寝よう。どこへ行くの。お前みたいな弟か妹が生まれたらかわいそうだろ。ゴム渡してくる。あとは SNS にアップすればジャイアンは終わりだ。いいかよ、出来杉くんは帰って。僕がバカモンになってもいいのか。いいのだ。カナリアのピーコちゃんがあんまり騒ぐので部屋の中を調べてみたら、なんとストーブのガス管が外れていたの。危なかったな。気がつかなかったらガス中毒になるとこだったね。なんかむしゃくしゃしたから、その夜は焼き鳥パーティーにしたわ。しーちゃん、しーちゃん、ちょっと来て。はい、来た。そんなこと言わないで。ゴシゴシ。夢じゃないか。何遍見ても100点だ先生。いや、わしは目を疑ったがね、何度調べても100点なんだ。クラスの頂点に立っとれ。しーちゃん、ひどい傷。さっきはごめん。またいつでもかかってきな。どうしてどうして、あんまりだあんまりだ。あ、ついに0点が印刷されてる。今日8月7日何の日か覚えてる？8月7日終戦記念日でもないし、何の日かしら。急いでるからまた今度。しーちゃんが忘れてる、僕の誕生日を。ビッグバンアタック。